ライン川にそびえるローレライローレライ造大河により眺めたローレライガンローレライはドイツのラインラントプファルツ州のライン川流域の町ザンクト・ゴアールスハウゼン近くにある水面から130メートルほど突き出た岩山あるいはその岩にいるとされる精霊の伝承のことである伝承をもとにしたハイン・リヒ・ハイネの同盟の詩もまた有名であるローレライという語は コドイツ語のルエンとレイに由来している。この岩山はスイスと北海をつなぐライン側の中で一番狭いところにあるため流れが速く、また水面下に多くの岩が潜んでいることもあって、かつては航行中の多くの船が事故を起こした。このローレライ付近は航行の難所であることが岩山に佇む美しい少女が先導を魅惑し、 船が川の渦の中に飲み込まれてしまうという伝承に転じ、ローレライ伝説が生まれた。現在は、幾度にもわたる工事により大型船が航行できるまでに川幅が広げられ、岩山の上にはローレライセンターが建てられている。ライン川下りは、ドイツの観光として有名であるが、ローレライ周辺は、ぶどう畑や古城が立ち並ぶ、見どころの多いあたりである。また、 この岩山に向かって叫ぶと小玉が帰ってくるため、船人たちの楽しみにもなっていたとも言われている。ローレライはこの岩山を表すと同時に、この岩の妖精、あるいはセ霊レーンの一種でもあり、ドイツの伝承に由来する多くの伝説群にしばしば結びつけられている。最も知られているのは、ハイネのイヒバイスニヒトワズゾールエスベデウテンで、始まる詩であるが、 いくつかのバリエーションの物語が伝わっている。多くの話に共通するモチーフとしては、ローレライトは、不実な恋人に絶望してライン側に身を投げた乙女で、あり、水のせいとなった彼女の声は漁師を誘惑し、破滅へと導くというものである。デア・マーナという13世紀の伝説は、岩の下には、ニーベルングの黄金が眠っていると伝えているが、この話は、 妖精の女王ホルダの伝承と関連がある。彼女はおそらく、フレンシュタインで髪をすいており、彼女を見た者は視界を失って、わけもわからずに、彼女の恋に魅了されてしまうのであろう。この伝説は、クレメンス・ブレンターノが、自身の作として1801年に発表した、ゴッドウィという小説の作中の図、バカラック・エーエムライナという詩で有名な神話群の仲間入りをした。 ハインリヒハイネの詩でも有名である。また、ヨハンシュトラウス一世もワルツ、ローレライラインの調べを作曲しているが、これの具体的な題材については詩なのか伝説、そのものなのか明らかでない。歌の本、奇境の詩の二番目の詩が、このローレライにまつわる詩である。1838年に、ジルヒャーが作曲し、有名になった。日本語の訳詞は明治42年の、 女性昇華に近藤作風の役史がある。また、この詩には、フランツリストやクララ・シューマンなども曲をつけている。キャロル・ローズが表した、世界の妖精神話辞典では、ローレライは、古くから、ある伝承ではなく、ブレンターノの創作であると記されている。ブレンターノの詩では、ローレライが、妖精になる前のこととライン側に飛び込むまでが、描かれている。 死に描かれた老ラいは、見る者を虜にしないでは置かない美女であり、多くの男たちの面目をも失わせてしまうことも、あった。裁きの場に出された彼女は、恋人の裏切りに絶望していたこともあって、死を願うが叶えられず、修道院へと送られた。道中で、最後の思い出に、岩山から、恋人がかつて住んでいた城を見たいと願いで、岩山の上からライン側へと身を投げた。 この詩は、19世紀には多くのオペラや歌曲、短編などの題材となっており、ヘルマン・ゼイリガーの大ローレリーセージ・インディシュトゥング、ウントムジークの中で数え上げられている。業務アポリネールの本案を引用した、ショスタ・コービチの公共曲第14番も、その影響の一つである。ありがとうございます。